どうも文人です。そしてこちらがね、俺の愛車の A86 スプリンタートレノだ。イエーイ。というわけでね、この愛車のスプリンタートレノ A86、この前車検出したやつが帰ってきたんで引き取ってきました。そしてね、そうまだこの本当車検が終わった後この張り替わるんだけど、今仮のなんかこのシールみたいになってるんで、ちゃんとしたやつが送られてくるんですよ後で。そうしたらこいつを剥がして、新しいやつをバーン、ちゃんとしたやつをバーンって貼ります。そしてね、今回のね、車検なんだけど、法定費用はまあかかるものの、今回タイヤね、タイヤ16年間もうずっと使い続けたタイヤがね、ついに前々からちょっとそろそろやばいんじゃないかって言われてたんだけど、ついにね、前のタイヤ、ね、どっちか右か左か、もう横の方がちょっと裂け始めて、このまま走ったらバーンってこうバーストしちゃうんじゃないかって言われたんで、4つ全部変えました。ね、高速道路走っててバーンってあったら俺の命もバーンってなっちゃうからね、それはちょっとね、やだなということで、タイヤ4本ともこうニュータイヤです。横浜のこう4本ともねニュータイヤ、向こう側はめんどくさいけど、まあ向こう側も多分同じことだろうっていうね、こういう感じでね、4本ともね買いましたね。なかなかね、タイヤ4本買えたから出費的にはかなり痛いや、そう痛いや出費だけど、まあ俺のね、命がね、このタイヤがバーストしてバーンってなっちゃって、まあね、俺が死んじゃってバーンってなるの嫌だから、まあタイヤの痛いや出費はね、まあいいかなという感じです。というわけでね、俺のねこの愛車ね、E86 スプリンタートレノをね、車検に出したら戻ってきてタイヤがバーンになる前にイタイヤでタイヤを変えた文人でした。それでは。